足で、まあ、衣装壁としても使えるようなそういうデザインを意識して作っています。で今日はですね、全部ガラスをはめ込んでいるんですが、例えば部分的にガラスを入れずにですね、光と風が抜けるような壁というような使い方もできるのかなというふうに考えています。いきなり、去年トーナメント優勝のプラスさんとの対戦ということで、なんとか粘って耐えてほしいなというふうに考えています。以上です。どうもありがとうございました。続きまして、ポラスさんよろしくお願いします。ポラスクラスカーキングズの壁です。まあ、昨年、まあ、トーナメント優勝したんですけど、で、金物のことで結構去年揉めたんで、今年あえて金物なしで行こうかと思って、今回これ金物使ってません。でいきなりビスがいっぱい売ってある金物壁と対決になっちゃいましたんで、正直胸借りる感じです。で名前がボーンって書いてあるのはこれ真ん中これ背骨をイメージしてます。で なぜかというと、これがまあ縦横が一対です。だからこれが何パターンか組み合わせると高さ方向の汎用性が上がります。基本コンセプトとしては基本的には同じ部材を積み上げていけば高さが高くなる、減らしていけば下がるっていう壁で、耐力壁の高さ構成を変えやすい仕組みを作りたいなと思ってこういう形にしてます。でこの横のこれはまあ大会用なんで広がらないように抑えてるってとこですね。で基本的に金物ないですから、止めてるのは上下に木タボが入ってるだけですから、何キロ出るかは正直分かりません。相手はかなり出そうなんで、まあ、できるだけ頑張りたいと思います。板窓対ボーン、火力よーいスタート。赤いグラフが、左の板窓、青いグラフが右のボーンになります。かなり今回は荷重が上がりますので、ジャッキはもうどんどんスピードアップしてお願いします。現在、荷重が、12キロニュートン、左が55ミリ、右が48ミリです。20キロニュートンを突破しました。現在左が88ミリ、右が76ミリ。現在荷重が27キロニュートン、左が115ミリ、右が98ミリです。30キロニュートン突破しました。ジャッキを頑張って。
現在左が228ミリ、右が158ミリです。荷重が 42.5 キロニュートンです。左が237ミリ、右が162ミリ。この場合では、右の壁が低活動なんですけども、壊れずに最後までいくでしょうか。現在44キロニュートンまで。